こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今日はですね、今日の室蘭民報を読んで、その一面にちょっと出てた記事のことでございますけど、暮らしやすい胆振っていうことがちょっと出てましたので、そのことについてちょっとお話ししたいと思います。今回ですね、今日から12月入りましてですね、この一面にこういう記事が、これですね、東京でですね、セミナーがあったんですね。この記事によりますね、胆振振興局とその胆振管内の8市町村の PR ですね。8市町村というのは、苫小牧含めてね、苫小牧、登別、伊達、豊浦町、宗別は、東町、洞爺湖町、室蘭市も含めてね、中でその、胆振地域 その認知度向上とね、その移住交流人口を増やそうと、移住するにはね、実は夏、ここに出てますけどね、とてもそうなんですよね、夏は涼しいんですよ、非常に。で、冬は雪が少なく、もう札幌とかでね、旭川なんかより夏、全然涼しいですからね。で、冬はね、雪少ないんですよ、やっぱり太平洋側は。それと千歳空港からも、割とこうアクセスいいんですよね。もう高速でも1時間ちょいぐらいでもう行きますから、そういう、電車だともっと早いですけどね、そういう意味で意外と住みやすいですね、食べるも美味しいし、そういう面でも土地も安いし、そういう、いいこと尽くしなんですけど、こういうことも非常に大事なことでね、本当に胆振商店に住みやすいと思います。小樽とか、例えば、日本海側とか雪多いんですね、やっぱりね、冬ね、積雪量が全然違いますんでね、そういう意味では非常に楽だと思います。いずれにしましても、私もね、もう住んで何十年もなりますけど、非常にいいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。